キョンシーとは、中国の死体妖怪の一種。硬直した死体であるのに、長い年月を経ても不乱することもなく、動き回る者の,のことを言う。関東語読みは、キョンシー。普通話読みは、チアンシー。日本語の音読みで、教師。大阪のハロウィンの仮装のキョンシーもともと、中国においては、人が死んで埋葬する前に室内に安置しておくと、夜になって突然動き出し、 人を驚かすことがあると昔から言われていた。それが、教師カバネである。教という漢字は、死体が硬直するという意味で、動いても、人に知られたり、何かの表紙ですぐ、また元のように体がこわばること。ミイラのように乾燥した屍体は中国でも、出土しているが、これは、漢詩と呼び、海分類あるいは別種として区別される。教師カバネとなると、 屍体であるにもかかわらず一切腐敗せずに、生前同様にふっくらとしていて、髪の毛も長く生えている。性格は凶暴で地に植えた人食い妖怪である。さらに長い年月が経つと、人頭力を備えて、空を飛ぶ能力なども持つとされる。身長の野志である、術域も湖南省の村で出たという記録を残しているが、伝説の域を出ない。 中国湖南省西部よりの出稼ぎ人の遺体を同志が故郷へ搬送する手段として、呪術で歩かせたのが、始まりという伝承があり、この方法を、カバネと称する。真の除家、清志ヒエル以上類の、創始カバネ術では、貴州省の材木商人が、林業従事者の死体を運ぶ際、先導するものと、家事不まじないした水を満たした腕を持ったものに、 月従わせて家まで送るという。文学作品としては秋代から新代にかけて多くが存在するが、有名なもので新代の司会小説で、円米の古富号、江高江京かばねほか20作あり、俗古富号第四巻、木明嵐の、越美騒動筆記、両祭、c 一貫しかば編がある。また、最優記でも、カバネが登場し一行に三度襲いかかり、二度にせの、 死体を残し逃げ去り三度目に、孫行者の如意棒に打ち殺された後に、行者道田瀬古戦霊作快的教師カバネありこの、名人廃本日較だ札ほかおさむげん、両本将棚瀬器良女をう一行あざ叫び、通る白骨夫人と孫行者が、教師カバネであると説明し、背骨に、白骨夫人という名を持つ、本性を表した。日本では1980年代後半から、 レイマボロシ同士、有限同士等の映画作品が多く公開されて知られるようになり、関連商品が販売されるなどの流行を見せた。キョンシーという故障は、レイマボロシ同士の当時の映画配給会社、東宝東和の菅野陽介によって命名された。主に映画によって、吸血鬼、ゾンビのイメージに当てられたキョンシー像が作り上げられているが、民族学上根拠は薄い。 体の特徴身長末期の官僚。八木や下級官僚の服装であり、民間の肝心は着用が禁じられていたが、死傷族として死者に着せるのは黙認されていたため、死後の世界での栄達を願って着せられていた。攻撃の特徴守備の特徴一般の対処修行を積んだ者の対処、霊馬ロし同士は、キョンシーブームの火付け役となった、最も有名な作品。 手を前方にまっすぐ伸ばしてぴょんぴょんと飛び跳ねるお馴染みのキョンシー像はここから広まった。有言同士は香港映画レイマ殺し同士にインスパイアされて制作された台湾製の映画及びテレビドラマ作品。日本では80年代に起きたキョンシーブームにおける2大シリーズの一つとして挙げられ、キョンシーのほか、美少女同士や特殊霊魂という新たなキャラクター像が人気を博した。ゲーム おペナレナのキョンシー、ありがとうございます。